コンサートの感想をちょこっと話したいと思います。席が本当にもう紙席引いてしまいまして、昼食席だったんですけど、ステージの近いところから運番目の最前が取れてしまって、私のとこまでステージあったんですよ。なのでもうファンサもらいまくり席のはずだったんですけど、私にはもう一個も帰ってこなくて、人生ってこんななんだなって思いました。隣の子とかそのまた隣の子はもうめちゃくちゃファンサもらえてました。なので至近距離で見ることができて、ピリがもうめちゃくちゃ背高いんですよ。厚底っていうのもあるんですけど、めっちゃ細いしめっちゃ背高くてめっちゃかっこいいなって思いました。でピリが初めてこっちに歩いてきた時に、あ、もうピリ来る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 って思って、もうなんか大変なことになってペンラー地面に落としてぶっ壊れそうになりました。あとソチャさんとハニの、ファンサが素晴らしい。特にハニの、ファンサが、私その隣の子のおこぼれもらったんですけど、もう素晴らしくてもう落ちそうになりました。正直アイドルの本気を見たという感じで、説明が難しいんですけど、なんかダンスの中に組み込んでたんですよ、ファンサを。私が絵が描けたら絵で表現できてたんですけどね。コンサートが始まった時はなんとかうーんってなって声を抑えられてたんですけど、そのハニのファンサの時だけはもうびっくりしてえっって言っちゃいました、一人なのに。それぐらいやばかったです。北側の注釈席の皆さん見えてましたか、ミロの時のハニ。早くまた日本にもコンサート来てほしいし、なんなら私が海外行きたいし、楽しみです。